サンモーリス・ナバセルは、フランス、奥下にー地域圏、エロー圏のコミューン。ナバセル集落は、コース地方の凡洋里とは、対照的なビス峡国の底にある集落である。谷は、集落の周辺で広がり、建国や川の古い河口の跡を形成する。ナバセル建国は、国土開発、環境省が率いるフランス絶景ラベル活動の一環として、 再評価対策の恩恵を受けることを登録されている。活動は地元の役人と協力し、非常に人が集まり、観光客の流入に脅かされている。この特別な場所の保存を確実にすることが目的である。マディエール集落はコミューン東部にあり、隣接するコミューンのローグと共にビス川菓子を分割している。ビス川とその峡谷はコミューンの北東端を占める。 サンモーリス・ナバセル・領は、アンシャン・レジーム時代、貴族、ジネスト・ケのホードであった。フランス革命時代、コミューンはかつて、サンモーリスと呼ばれていたが、成人にちなんだ名称を寄付され、コンテニル・イコールド・ドビスの名で呼ばれていた。ナバセルの名が、サンモーリスに付けたされたのは、1938年で、ある。2016年時点のコミューン人口は177人で、 2011年と比較して10.63%の増加であった。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をするものの重複分を除いたもの。それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。